1番のプレイヤーは発言してください。よし、はい、霊能でした。霊能です。把握お願いいたします。そうですね、進行論としては、そうですね、まあ占いの精査しっかりしていきたいのと、3番さん接続切れ、呪われた席なのか、ね、3番は。これ呪われてるパターンか。まあ、理由をしっかり聞いていきたいですね。はい。狼さんはもう、あ、よかった。無理やりな身内切りとか、2番目にこう、相方をこう、スリーに上げたり、怪しんだりして、囲いに来たりとかするので、この2番目の位置っていうのも、しっかり聞いていきたいですね。スリー1、怪しいところ、2番目って、ポイントなのかなと。あ、3番さんお帰りなさい。はい。私、霊能です。はい。そこを見ていきたいですね。はい。以上です。2番のプレイヤーは発言してください。はい。よろしくお願いします。村人陣営です。特に CEO はあります。で、まあ、1番さんが、1人目で霊能で出たということで、まあ、占い師の精査をしていきたいというところ。まあ、あと、結構言ってた内容として、まあ、結構例えば狼同士、狼がまあ占いに出てた場合で、グレーの精査の時に、まあ確かに2番目とか3番目とかに相方入れないの失礼だからって入れるケースも結構あるから、まあそれは、自分もいつも、思ってる進行論ではあるけど、まあ正直霊能なんでね、進化、強化、ローなのかっていうのをまだ1人しか出てないから分かんないです。まあ1周目は口頭ということなんで、2周目かなり、しっかりと精査して、発言ね、2人目なんで落としていく必要があるかなと思ってます。以上です。3番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。私が真の霊能者でした。お、一番さんに関しては狼ではないと思ってる。ほぼほぼ狂人だと思っている。というのも、一番さんの位置で狼として霊能使用した場合っていうのは、狼に語りをしてないならば一三人形になる可能性が結構あるから。例えば一番さんが狼であって、狂人が真の前にいた場合っていうのは、狂人が霊能使用しますよね、大体。となると、その後に真の霊能者が使用して一三人形なんですね。で、その後に狼がいるならば一三人形をフォローすべく占い使用して二三にするかもしれませんが、うん、まあ一三人形になることが多いので、一番さんは狼ではないと思っています。狂人だと思っています。で、まあ二番さんの印象もないかな、ほぼほぼ。まあ、盤面確定してからの考察じゃないと自分はあんまり聞けないかなって感じなんで、まあ、一応早く盤面確定させましょう。はい。4番のプレイヤーは発言してください。はい、占い師でした。7番さん、白でした。白です。お願いします。13なんですけど、自分は1番の方が2戦目に見えてます。理由としては、正直初日からライン精査なんてできないと思ってます。自分はなんか進行論でライン切り道のコーナーとかやってたけど、初日は単体精査で黒いところを釣るべきだと思ってます。その後に二郎いたケースを考えて二郎を追っていくとかならわかるんですが、正直初日の場合は単体精査で黒いところを釣るべきだと俺は思ってます。はい、1番の進行論は納得できませんでした。はい、まあだから2戦目というよりは印象が悪いですね、1番に関しては。3番は印象悪くない、1番に関しては、2番に関しては色落ちないです。はい、1番さんの進行論が納得できるぐらいの情報しか落ちないので、正直2周目聞かないと分かんないところですね。はい、そんなもんですね。7番さん白でした。7番白でした。把握お願いします。はーい。のプレイヤーは発言してください。はじめまして、よろしく。ということで、村人陣営、仕様は特にありません。4番が7番に白、1、3が霊能。3番さんは1番の狼はないっていう理由が、まあ普通にね、なかなか的確な理由だったけど、僕結構雰囲気で見るんですが、1番さんの狼がないと思った。まあ理由としては、狼だった時に初旬で出る、もう出るって決めてんだよね。まあ、決めてる感じの喋り方じゃなかったよね。とりあえず。霊能だから出るしかない。なのか、狂人として霊能って一応出とこう、とりあえず。っていう感じで喋ってる感じがした。なんか、のほほん、ふわふわーっと。っていう精査。だから、4番さんは、1番さんの方が印象が悪い、1番さんの方が2攻め。まあ、そういう精査もいいけど、俺は1番さんに関しては神教、3番さんに関しては神教、ローがあると思った。
かな。で、4番さんはどうしたかったんだろう、1さん。1の方が印象が悪い。1さんを全部釣り切るのか、それとも芯を決め打ちして残したいのか。っていうところかな。俺はね、3番の狼ワンチャン怖いなって思ったから普通に1さんは釣り切りたいね。で、どっちから釣りたいかってなると、まあ2周目次第かな、それに関しては。で、2番さん、2番さんはね、新居楼なんなら分かんねえなーっていうことだよね、1番さんに関して。俺率直に1番の狼ねえと思ったんだけどな。あんまりそういう考察したくないのかな、2番さんはっていう印象。また頑張ります。以上。6番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。6番の江戸川です。1番さんから始まり、例の仕様、3番で例の仕様、4番で占い仕様、7番に仕様を出した番、私は占い師です。2番が仕様と出ています。聞こえますかね。聞こえる範囲であればこのまま続けようかなと思ってるんですが、どうでしょう。ロボの改善は必要ですか。必要なら話しても聞こえる。じゃあギリで聞いてください。皆さん申し訳ないですね、お耳汚しで。2番が素人と出ています。1番さんが狼目がないという目線は皆さんと同じ、あまり自信なく出てこないなと私は思ってます。もう少し話したいことが私目線であったんですけども、ギリ聞こえるということでギリギリのラインでやめておきましょうか。5番さんの印象は良かった。以上。7番のプレイヤーは発言してください。ちょっと待ちましょうかね、延長しますね。6番さん帰ってきたら話し始めますね。まあ、それか残り60秒ぐらいになったら、話すことを60秒ぐらいで入ると思うんで。あ、帰ってきましたかね。はい、じゃあ今から喋り始めます。何も喋ってません。一番さんに関しては、まず占い精査をしたいっていう発言が一番最初に出てきたのが何なんだろうって感じですね。うん。優先順位を一番最初に占い精査したいっていうのは、占いに、なんだろう、二人出ること分かってるのかなっていう感じがしたが、まあ、それ以上でもそれ以下でもないって感じか。3番さんに関しては1番さんの精査すごい良かったと思ってた。2番さんに関しては印象ないですね。で、4番さんに関しては初日からライン精査できないから1が2戦目。まあ、ちょっと言い過ぎかなというふうにも感じたけど、まあ、それ以上でもそれ以下でもないって感じ。5番さんに関しては印象悪いです。6番さんと、意見が違います。5番さんに関しては、3番さんの新居楼で、しかも結構狼目で見てたよね、3番さんのこと。3番さん狼怖いって言うんだったら、じゃあ3番さんから釣ればいいんじゃないって純粋に思いましたけどね。うん。なんかすごい狼追いたそうな感じがして、霊能ローラーに持っていきたいのかなっていう感じがしたかな。1から釣って3釣るっていう流れにしたいのかなっていうふうに見えましたので、かなり印象悪いですね。6番さんとは意見食い違いだけど、どの辺が5番さんの印象良かったか、もうちょっとしっかり聞きたかったなっていうとこですね。以上。8番のプレイヤーは発言してください。はい、あ、おはようございます。塩内です。まあ俺の視点からはグレー一本冷たい印象ではあるかなと思った。霊能心境だった場合、占いね、狼が出てるっていう風な視点で皆さん置いた場合っていうのは、初日に囲いが発生しなかった場合っていうのは、俺の視点では一応号泣にラストウルフがいるっていう風な視点かなっていう印象で、やっぱグレーで意味がわからなかったのはちょっと5番さんの印象的に言うと、5番視点っていうのは1、3、4と出てきた盤面で、あなた視点っていうのはグレーだった場合っていうのは、進路追わなかった場合っていうのは、あなた視点っていうのは絶対今のところ2がグレーだったはずなのに、そこに対する精査がちょっと甘いかなと思った印象。グレーだったら5が怪しいと思ってる。2番に関しては白先だからねと思うけど、霊能釣り切るか
例の釣り切らなか釣り切る場合は、そうだな、カリドは出ても出なくてもカリドに任せようかなっていう風な印象かな。うん。ですかね。まあ、7番さんに関しては、まあ、精査は妥当かなっていう印象かな。特に発言からの黒要素は一切拾えてません。っていう印象かな。うん。霊媒ロラをするのであれば僕は釣り切りますとだけ言っておきます。霊媒ロラをするのであれば確実に釣り切る。で、グレに行くのであれば5とだけは言っておきます。以上。9番のプレイヤーは発言してください。はい、しようとございません。6番が一緒で合ってるのかな。ちょっと聞こえづらかったんだけど、8番がそう言ってたからそれで合ってるのかな。ちょっと確認だけさせてください。チャットじゃなくていいです。後でで大丈夫です。あ、6番さん占い？気になった点っていうのは、グレっていうのは8番下では5級しかないんだよね、今のところ。もし6が2に白が出ているとしたらなんだけど、その時点でグレーランを提唱してきたっていうのは、自分もグレー1に入るってわけだから、8番はまあちょっと白く感じたけど、グレー1が5しかない状況で5が1番かなっていうのは、まあ、ハテナに感じたけど、別に黒要素ではない、ハテナには感じました。かな。で、私は5番さんの納得できる点を一つ挙げるとすると、1番の狼はほぼないと思ってますよ。うん、3番さんが確か挙げていたけど、3勝になる可能性があるから、1番っていうのは、霊能使用を狼であればしづらい位置だと思うので、1番の狼目っていうのはないと思う。あるとしたら強靭か、真だね。なのでそのあたりは5と似ているが、5っていうのは3の狼を追おうとしたところで、8番はそれを黒く見ていると、うん、私は別に8に便乗とかそういうわけでもないが、うん、8、2ぐらいで8の 80% ぐらいで1、3は新居だと思ってますよ。2割ぐらいで3が狼なぐらいなのかと思ってるけど、それは2周目で見ていこうかなと思っています。グレーかどうかっていうのはちょっと決めかねるので、まだ囲いがどうかもわからないので、二強の一三新郎とかないかな。のプレイヤーは発言してください。はい、対抗三番さん、強靭狼どちらかというと、まあ強、まあどちらもあるけど、まあ狼で出てくるというのは基本的にはロラになる流れなので、まあ強靭では見てますね。グレー。っていうと、8番さんは8番さんが釣りたいかなって思ってますね。8番さんは結局5番さんが怪しい理由って、2番さんに対しての精査が甘かったってことですよね。で、8番さんは2番が白先だから何も言わないって言ったんですけど、そう言ってほしかったですね。自分だったらこういう発言をする。2番さんって2番目の位置ですからね。そこで5番さん殴りってのは納得いかなかった。かつそのグレー釣りっていった流れで9番さん号泣ですよね。8番さん目線、9番さんが喋っていないのにもかかわらずっていうところもありますかね。うん、白ごとしてるように見えました。8番さん、9番さんは8番さんの指摘いいのかなと。で、5番さんは4番さんの殴り方がすごい良かったなと思ってて、その4番さん、なんだっけ、4番さんはライン精査ができないっていうところもあったんだけど、4番さんってグレー、単体で黒いとこって言いましたよね。あの発言って、霊能があの時に二人出ているのにもかかわらず、その霊能ロラどういう進行をしたいのかっていう発言がなく、単体でグレー生産が大事っていうのは、真には見えなかったですね、4番さんは。うん。4番さんはグレー釣るつもりだったんでしょうかね、あの位置で。っていうところが一番引っかかってますね。ただ6番さんも6番さんで、まあ、ちょっとプツプツしてたので、まあ2周目、まあ、4番さんは2戦目がなんかあったかなと思いますね。私はまあ3、グレーだったら8、3。2番のプレイヤーは発言してください。はい、お願いします。まあ出てきてる順番的にも2、新居っぽいですけどね、霊能は。ただグレーが5、8、9で、4番の白崎の7番さん、まあ、7番さんがそんなに黒く感じなかったので自分目線で、5番さんへの指摘かな。3が黒く思ってるんだったら3からいけばいいじゃんっていうのは俺も思ったことで、まあ、同じところを思ってたのでそんなに黒くは感じなかったんでグレーでもいいんですが、589いまいちわかんないいいかな。だから普通にレイロラして
占い結果残してもらってっていうのが村信仰強いんじゃないかなと思います。で、占い師に関してはちょっと俺6に白もらってこういうこと言うとあれなんだけど、4が2攻めかなと思いました、ね、6番さん占いでいいのかな、黒いところから行きたい行くんだよって1番を叩いたんだけど、もう4番さんの、うん、そこの席の時点で西を霊能から出たんで、なぜその発言が出たのか、であと1番さんが言ったそのライン考察に関しては結構長々と僕も同意したんですよね。そこを1番さんの2攻めにしたのにはあかんねえっていう、なんかあんまりにもちょっと狼を探す感じには4番さん見えなかったんで、今のところ俺ちょっと6に白もらって言いづらいですけど、俺6を真に結構今のところ見てますね。まあ6番さんちょっと聞こえない、6を真に見てるっていうか、4がすごく2攻めに感じてます。1番さんに関してはまあ今の話の7割方は賛同できたんですけど、8番3番を強靭目で見てるんだったら、8がグレーから行くって言った8が黒く見えるのはちょっとおかしいかなっていうのはちょっと思いましたね、1番さん。うん、そんなところかな。まあ、レイロラでいいんじゃないですかね。3番の話聞いて、今1番に、言ったことよりおかしかったら3からいく。3番のプレイヤーは発言してください。聞こえなくね？はい、はい、一番疑わしいの8番さんかな。5番が SC と言っていた。この直近で 1,2 陣形で盤面も確定していない状況で、5番が2番の精査が甘いというところで、5番をサイクルを一番怪しいところに上げたっていうのはちょっと理解に苦しんだかな。霊能を釣り切るならば、うん、狩人は任せるという発言も、本当にあなたが狩人に任せようとしているならば、光を透かせるような発言はしないと思うんですけれども、戻ってきてください。今日は狩人出るべきだと思っています。27にいないのであれば、別に出なくてもいいとは思っている。クロス占いでいいからね。で、グレオ簡単だったら絶対に詰まるし、簡単だったらね。回線は強いな。まあ、神市が迷うから、そっちの方がいいんじゃないかっていう人もいるかもしれないけど、占い神が起こる可能性があるから、狩人は出して、かませるべきだと思っている。現状4の国はあんまり心眼は差がついてないし、あと4の時点で 1,2 陣形だったから1,3心境を起するならば、7スムラ事象ならばスムラ占いでグレーの釣り切りで勝ちだから、4時点というのは別に 1,3 を心境で置くならば対抗が出るっていうのを見てないからね。4番っていうのはグレーを釣るっていう発言は 2,2 になるのを想定していないから、むしろそれは2攻めにはならないかなとは思っているが、グレーから行くなら8、今日は1番投票します。以上。4番のプレイヤーは発言してください。おはようございます。3番がやってくれたんだけど、なんで最高打てる前提の話をみんなしてるの、びっくりなんだけど。全然俺はグレーから行くつもりだったんだけど、黒いところ、うん、びっくりびっくり、うん、心境で見てるからこそグレーから行けるんじゃないかなって思ってるんだけど、俺目線は占いが、まあ俺の目線は最高がまだ出てなかったからね、そういう発言をしたんだけど、心境で見てるんだったらグレーっていいんじゃないの、うん、何もおかしい発言してないと思うんだけど俺、うん、まあ今ね、対抗が出てるから、心境で見えてる。で、対抗が黒に見えてるからこその発言でしょ。グレーからいけない。顔も見なければいけないっていう。そういうあれでしょ。うん。それはまあ、まだわかる。まだわかるけど、俺の時点で対抗が出てないから。うん。グレーから行くっていう発言も全くおかしくなかったと思うんだけど、そこを黒目に上げてきた一番がやっぱ圧倒的に攻めに俺目線は見えるよ。うん。26の囲いか。でも26囲われてたら2番はあんなに俺の心目を下げないんじゃないかな。6番の発言はほとんど聞いてないよね。で、6番の芯がある。そんな発言は囲われてたらしないと思うんだけどね。なんで26の囲いは見てません。はい。見てません。26の囲いは。2番は白だと思うわ。うん。まあ、釣り切りは圧倒的力だと思ってます。グレーに関しては、怪しい発言はなかった。5番についての俺のツッコミは、うん。真っ当なんじゃないかな。うん。グレーに行きたいか、レーノンに行きたいか、俺がはっきり言ってなかったのもそれはそうだし、5番のツッコミは真っ当だったと思うけどね。うん、なんで5番から黒目は感じてません。8番に対する黒目っていうのは3番が言った通りだと思ってますね。まあ便乗になるんだけどね。うん。いや。まあ占い師、占い師じゃねえや。霊能から行くなら。5番のプレイヤーは発言してください。なんか惜しいんだよな、4番さん。
4番さん目線さ、1番心境でさ、2番さんが白くてさ、7番さん白なんでしょ？狩人出せばいいじゃん。出してグレーから詰めればいいじゃん。って思わなかったのかな、2、7か。で、狩人がいなかったとき。そしたらさ、例えば自分釣るか8番釣るか9番釣るかわかんないけど、もう2分の1じゃん、狼。で、1番3番ともに8番釣りをすって俺ねえと思うよ。8番はグレーから詰めたい。俺1番さんがもし真の時3番さん狼で占い進路ってなった時に8番強靭硬いなって思ってたんだけど、お湯が沸いた。で、それを1番さんは8番へ行く。対抗強靭で見た時2番さんのその指摘がめっちゃ良かった。8番釣りってなくない？1番さんだけじゃない、3番さんも言い始めたのかって思うのは俺だけ？まあ心境だろうね。もうほぼ心境だわ。確定。1、3に関しては心境確定レベルで見てる。で、2番さんはもう白だと思ってる。で、4番さんは7に白打ってんでしょ、狼だとして。占いが出てきてない状態で打ってんだよ。そこだけだな、まだ若干新芽があるっていうところは。まあ1から行こうか。で、7番さんに気になったんだけど、13で3が狼で追って1から釣らせたいって言ってんだけど、新居だった場合1から釣らせるのって結構いいんじゃないの、村目線。以上。6番のプレイヤーは発言してください。はい、まずですね、私が注目して見ているのは、村側が占い師に触れる視点、発言ね。もう一つは、対抗4番がグレーに触れる視点、発言。から4番の相方、4を黒で見た時の相方を探していました。よってこの後の発言、7、8、9に関しては、占い師どっちをどう見て、どこが黒かまでを述べてほしいなと思ってます。うん、霊能師の精査に関しては村の皆さんに任せています。私は頭の片隅でどっちがな、位置がちょっと偽かなと思うぐらいでとどめていますよ。4番さんの発言で、普通に俺はグレーを行こうと思っていたって言ってましたよね。じゃあ4番さん目線はグレーの精査をしていたはずなのに、じゃあグレー釣りになるとなれば5番さんはいいんじゃない、8番さんもしかり、9には触れていないんですよね。うん、なぜ9に触れないのかな。9番さんに関しても霊能に関しては神教だと言った、神教だと言ったのにもかかわらず狼が出ている占い師には触れないんですよね。ここうまいこと狼狼ならお互いがお互いを干渉しないように連携を取っているように私目線は見えてます。うん、なんで私は霊の中では9番さんを怪しんでるんですよ。9番さん占い師をどう見てるかっていうのを教えてほしいですね。グレー目線ではやはり占い師の発言を注視して、注視ではないか、聞いているはずですよね。私が例えば5番の印象がいいと言えば、狼が出ている視点から6が狼ならどうして5に印象がいいという発言をしたのかなというツッコミを入れるはずですが、7番さんから聞けたので安心していますっていうぐらいですかね。9番さん発言伸ばしてどうぞ。7番のプレイヤーは発言してください。6番さんの今言ってたことはおおむね同意なんだけど、4番さんって5番さんに触れてたっけ？ 8 番さんに触れてたのは覚えてるけど、5番さん触れてたっけ？その理論で言うんだったら5番さんも相方位置に上げてもいいんじゃないかなと思ったけどね。5番さんからのなんか4番さんに対するラインもなんかちょっと感じたかな。狩人、4に迫でなんか5番さん言い切らなかったのはちょっと怪しいかなと思ってたけどね。で、9番さんに関しては、あーでもそっか、6番さんが占いかどうか分かんなかったもんねっていうのもあるか。1,2 展開だったら新郎って見てもいいんじゃないかなと思ったけど、そっか、6番さん結局占いだったのね。それはちょっと違うか。8はしょ感じたね。4番さんの相方位置としてはやっぱ5、9かな。8はなさそうって感じがした。6番さん相方軸としては9はなさそう。8かな。8か5かなって感じだよね。
2番さんで囲いもなさそう、うん、で1さんの話をするのであれば3番さんの方が印象いいかなと思ったが、うん、5番さんがやっぱ3番さん狼で呼ばないのもちょっと不自然だなって思ったんだよね。3号もあるかな、わかんないね。1番さんは8釣りたい、釣りたい。1番さんの方が2攻めっていう人が多かったかな。なんかそんな感じもしなかったけどね。しないからこそちょっとレイロラかなって感じがするけどな。1番さんの8釣りたいって発言別に不自然ではなかった。2番さんそれ指摘してたか、そんな不自然に感じなかったけどね。3番、8サイクロか、3から釣りたいかな。8番のプレイヤーは発言してください。はい、レイロラで僕もいいと思いました。2周目の発言聞いてきて、5番の発言をね、どう取るかと思ったの。5視点っていうのはグレーが8級の視点で8が白いつった場合っていうのは、5視点っていうのは必ず初日に囲いが発生しなかった場合、確実に9狼しか成立しないんだよ、あなたの5視点っていうのは、うん、で俺を白く見たっていう風な視点を持った場合っていうのは確実に9狼になるんだよね、5視点って、うん、1、3を釣り切った場合、4、6がクロス占いした場合っていうのは隠し色が1本2つできた場合っていう風に考えたら、5視点めっちゃ詰まるんだよね、グレーが。でしかもまさに、で、下手したらグレーにカリドがもしいた場合、5視点っていうのはめっちゃ詰まるんだよね、グレー。その発言をどう取るかなんだよね。で、占いの精査に関してだけど、4番の1周目の発言は、4視点っていうのは、1、3が出た視点で、心境と追った視点だった場合っていうのは、4視点っていうのは、確かにグレー釣りを提案するのは良かったけども、でもグレー釣りを出すんだったなら、4視点っていうのは絶対7が狩人じゃなかった場合っていうのは絶対狩人を出すべきだったと思う。やっぱりグレー釣りをずっと押すのであればと思ってんだよね。うん、で6の精査に関してだけど、6視点も7を白く見た場合で囲いが発生しなかった場合、俺の視点では5級だから、4、5、6、5はなんかありそう。4、5、6、5はありそうだけど、4級、6級はないことから、4級か5、6、4、5で見てます。って感じかな、俺は。以上。9番のプレイヤーは発言してください。はい、もう正直ね、6番に関して占いはどう見てるか述べようって言われたんですけど、正直わからない。4番さんに関しては、グレーから冷たい、エクロイドから冷たいと言ってるのにもかかわらず、5番さんから指摘があったんだけど、カリウドを出さないんだよ。うん、4番、6番視点っていうのはカリウド出るとかなり楽なはずなの。で、6番っていうのもカリウドを出そうとしないムーブがあったから、正直言ってわからない。で、6番っていうのは、霊能から行きたいのか、グレーから行きたいっていう発言を明確にしていないんだよね。だから、どっちもわからないです。で、4番が惜しいんだよ。若干ね、4番の発言が震度も取れるような発言があったが、4っていうのは仮度出さないんだよね。だから、出てっていう発言がなかったんで、6番に関してもグレーなのか、霊能なのか、1番が2戦目というところで留めておくと言っただけであり、私、5番の視点がかなり白く見えたけどな、グレーの中で。5番ってめちゃめちゃ黒かった。普通にカリド出るべきだと思うけどね。5、8、9の中からカリド出たらかなりグレー詰まるでしょ。私、5番黒く見てる、5番黒く見てないです。私、2番も白く見ていることから7、8どっちかにいると思ってますけどね。これは霊能から行くんですか？私、7、8どっちかにいると思ってます。もし7にいるんだとしたら4が2000になるね。私、グレーでもいいんじゃないかなと思ってるけど。そのあたりはちょっと私が誘導してしまうのでお任せします。以上です。投票を始めてください。あれ、オラじゃないべ。一番。のプレイヤーが選ばれました。1番
のプレイヤーは発言してください。私釣りだったのが分かんなくて、その私はなんか村のみんなが言うには信教だって言ってますよね。3番さんは信教路どれでもあるっていう意見が多いですよね。で、3番さんの2周目聞いて蜂釣りをしたじゃないですか。で、私も蜂は怪しいと思ってた。3番の狼もあるとは思うんですよ、2周目聞いた感じ。視点が同じだと、視点が同じというか、3は今日だったらもっとヘイト分散すると思ってるんですよ。だから私的には3つって色を見たかったっていうのは正直なところですね。まあ新芽がなかったんかな。なんか5番さんと2番さんが私に対して8番を怪しむのがおかしいってなんか言ってた気がするんですけど、正直それのちょっとどういう論理で言ってるのかっていうのは分かんなくてですね。しっぽいな。そうだな。しっぽいな、反応が。それがちょっと引っかかる。で、グレーで言うと9番さんすごい黒く見えました、今。9番さんって、6番さんが9番さんに圧をかけましたよね。占いどう見てるんですか、怪しんでますよ。9番さんも最初の発言で、占いが分からないって言いつつ、4番が逃げてること言ってましたよね。それ思った。2点目上げてましたよね。何を出さないとか。9番さんの4番さんなくに、最初のなんだろう、占いが分からないと言いつつ、分かってるじゃんっていう、その矛盾というか、隠そうとしてる感っていうのかな。広げた感じがあったよね。で、7、8は怪しいって引いてましたね。はい。そうですね、3番さんの色見たかったの正直なところ、3番は絶対絶対。はい。グリーンと9番さんがすぐに一緒に怪しくなりました。いや、わかる。夜が来ました。目を閉じてください。朝が来ました。いや、わからないな、昨夜死んだのは六神。6番7番のプレイヤーは発言してください。おしろ、どういう意図の神なんだろうな。六神やっぱ3狼で見せたいのか、あるいは3が本当に狼なのかって感じか。いやー、6、そうだな、6神か。とりあえず今日は3詰めるか。3詰めて、なんかね、3番さんのね、4番さんに対する考察が、なんかちょっと狼っぽく感じたんだよね。なんだろうな。やっぱ3号狼も追ってたから、だからこその3投票だったんだけど、6神か。これは何なんだろうな。3つって4つって、って感じだよね。6噛むんだね。で、9番さん、1番さんすごい遺言その通りだなと思った。すごい落ち着いて盤面整理できてるなと思った。まあ、自分の話が多かったけど、9番さんはなんか、7、8でなんかすごいこう、5を白って言っちゃったから、こう、7、8広げなきゃいけないなと思っちゃったのか、あるいは、6番の言ってた通り、4級2狼だからこそ、4の偽が分かってるからこそ、私の結果、
が頭に入ってなくて無意識で広げちゃったのかなっていう印象があったよね。8に関しては9釣りゾーンまで行っちゃっていいと思ったんだけどな。いやちょっとグレーはちょっと分かってないね。お茶濁すって意味でも手ず3釣りでいても3オオカミ十分あると思ってる。8番のプレイヤーは発言してください。え、俺今日4行きたいと思ったんですけど、7番さん。え、6って絶対6噛まれたってこと、6は真じゃないの、可能性的に。じゃあ確実にロー目のある4番釣った方が良くない？で4で3に色見てもらって黒結果出て3釣っての方が良くないかなと俺思ったの。47は今の発言どう取るかなんだよな。確かに3釣って次の日の占い師の結果を、4が狼だった場合ってグレーか片白に、片白は7番だけど4視点の心境じゃないと思うけどな。47狼ですらあるのかなとか一生思ったけど、え、今日占い行かないの？え、今日カリウド出てもよくないかなって思うんだけど、まだ出ないの？今日は出ていいんじゃないかなって俺思うんだけど、確実に3番守って色結果見た場合って確実に2だねと俺思ったんだけど、あ、僕もスムラです。じゃあ2番か。え、俺4番行って3行きたいんだけど、せめて心境だと思うけどな。占い結果を見たいってわかるけど、4が狼だった場合ってまだ2浪残ってるんだよね。4行きたいんだよな俺。ダメっすかね。で3に色見てもらいたいと思うけどね。絶対白はないと思うから、確実に。以上。9番だったら3からでよくない？7はちょっと怪しかったの。2日目で私、一三を心境で見ていて、占い進路で方法を見てるんだよ。六が離れたことから。で、地紙っていうのがなければね。だから、六四っていうのは進路の可能性が高くて、確定紙っていうのを持っていくと、一三が心境になるので、私、四から行きたいけどな、普通に。なんで七番は三に行きたかったんだろう。四番の進路の可能性を占い結果を見たかったっていうこと？まあ、発言は聞けないんだけど、七はかなり怪しくなった。私も8番に入れた理由っていうのは、特にもう正直言うと、4級じゃないかな。5、9、8がグレーだったんだけど、私今回グレーでもいいかなと思って、ね、5がやっぱカリードを出そうとしてる部分がどうしても裏に見えてしまったからこそ、消去法で8になってしまったんだよね。っていうところですかね。7かなと思ってよ、現状は。これで黒く見る理由がよくわからない。黒く見てないんだよね。普通に4とか4なのかなって思ったけどね、6が真で4が。で、3がね、真なのか、で、語りなのかわからないです。ただ、今日は4から行きたいですね。で、3守ってっていう感じでいいんじゃないですかね。それで色を見るっていうのが一番ベストだと思うんですが。だったら。もし3が4に黒結果出したら、もう真決めしていいぐらいだと思ってますからね。てぐらい1、3、心境で見て、占いを信じて見ています。2番のプレイヤーは発言してください。はい、そうですね、村目線多分27カリウドって多分透けてて、まあ僕6を新目で置いてたんで、4番で占わないって言ってくれたんですけど、まあ噛まればしないかなと思って、もし4が偽だったらねということで。まあ、どうなんですかね、これ、もしかしたらこれ、こんなこと、俺、今日、多分噛まれると思うんで、あれですけど、もしかしたら、ワンチャン、6番さん目線、もう僕の狩人が、多分結構透けたと思うんで、僕が6守り、あ、まあ、そしたら紙なしにするか。紙なしにするように、地紙はわざわざしないもんね。まあ、でもこれで新郎はなくなったから、まあ、心境なのかなとは思うので。そしたら、心境、多分、
新郎新郎だったら多分さすがに6番噛めないと思うんだよね。ただ新郎新郎で、その場合は、まあ順番的に、ね、霊能が先出ているんで、もちろん4、6は新郎の場合もあるけど、新郎、いやー、でも出てくるだろう。4番行って3番さんに色見てもらうのがいいのか。3から行くべきだと思うけどな。わかんないな。まあ、どっちから行っても明日は来るんでっていうとこですよね。なんか、思った方に入れればいいんじゃないですかね。はい。思った方に入れればいいと思います。はい。3番のプレイヤーは、発言してください、はい、9番のグレーでもいいんじゃないかなって。これは確実にグレー処刑にならないのにもかかわらず言ってるんですよ昨日ね。そこまでグレー処刑したいならばグレーの精査をきっちりして誘導かければいいじゃない。そして27でカリウド出ていない状況下で9視点というのは58どっちかがカリウドである可能性って極めて高いんですよね。そこで8番投票でしょう。8番カリウドの可能性もありますよね。カリウド出す動きがないにもかかわらずグレー投票してるのは極めておかしいね。6神のメリットって6番が2番を囲っていることくらいなんですよ。ね。で、2番が狩人仕様ということで、囲っていないですよ。6がほぼ真、4が狼でしょう。今日2は自分声でいいです。4狼でほぼほぼ見てますが、色を見るまで結局わからないからね。7は狼ほぼないと思いますよ。4狼ほぼ見てる。4の相方がグレーにいる合図。6グッジョブで 7黒出たらほぼ負けですよ、これ。わかりますよね、これ。グレーにいるからこそ6噛めるんですよ。グレーの逃げ切りの狼がね。その逃げ切りの狼は9番だと思ってます。時点で5。まあ、ほぼ9狼かなって思ってます。4、9狼かなって思っています。ってくらいですかね。自分を残していただければ、5、7、8、9だね。正確には。5、7、8、9に2縄使えるので、自分を残してほしいと思っている。ってくらいですかね。まあ、4番さん、まあ、尻尾隠してから、なんか言い訳するんですかね。もうちょっと尻尾見えてますけど、4番さん。どうぞ。4番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。自分6番強靭だと思ってますね。はい。まあ、噛まれたからなんですけど、1、3で狼が出てると思ってます。なぜなら6番を噛むメリットがないから、6番狼だったらね、地神なんてそんなことするわけない。なので自分目線は1、3狼が出てるっていう構成になるんですよ。なんで3番って投資してね、3番狼でしょ、ほぼほぼ。うん。3番狼でしょ。6番の地神なんて追えないしね。うん。そうなると6番の黒軸で考えてた相方位置が分かんなくなるんですよね。まあ、6番黒軸で置いたから6番売れないなんですけど、ラインがあるからね、5番占いなんですけど、そうなると6番がラインを切ってた9番、もう怪しくなってくるわけですよ、自分目線。わかりますよね、その構図とは。わかりますかね。大丈夫ですよね。はい、どっちも死に見え、ね。はい、自分、あと1回占えるんですよ、3枚いったら。まあ、2番がどこ守ってるかわかんないんですけど、自分守れる人多分。はい、なんで自分が死んだんで、ほぼもう勝ちですね、3枚いったら。8級に占い使えるんで、ほぼほぼ勝ちです。はい、お疲れです。うん、9番だと思うけどね、6番強靭の1、3狼が出てて9番だと思うけど、ね、でも3番は9番釣りましてるのか。たまり懸念がないな。3、9もないよな、でもね、3、8か。3、8ですね。予報全外に見えるな。はい、占い使えるんで、どうなってんだ。狼でも勝ち確ですね。お疲れ様です。はい。5番のプレイヤーは発言してください。悩んでんだよね。本当はね、本当は俺3から行きたいんだよね。ごっつりライン見られるかもしんないけど。で、俺7の狼はもう見てないんだよね。俺6の狼の地神ってはまず追わないでしょ。する必要ないと思ってるし。4、6で精査したとき、新芽取れてるしね。で、3番が言った通り、6が仮に地神したとしたらもう2しかないなと思った。で、その2が狩人でしょ。で、それもないんだよ、やっぱ6の地神は。そうなってくると、4、6で新境。だからこその占いを噛める。だから占い位置に入りたくない8、9。全だよな。
で僕8の方が白いと思ってるから9だから3の星座は合ってんだよ。めっちゃしっくりくる、めっちゃしっくりくる、それが、うん、なんだよな、なんだよな、自然だな。で3が狼だった時に8釣りはやっぱないんだよ。8がほぼ狂人名だったから、新郎新郎だった場合ね。あ、うん、いやー、それ4行きたいけどさ、いやー、俺ね、俺7白く見てるからやっぱ3行く。投票を始めてください。オラじゃないべ。4級3強、いやわかんねえ、なんだこれ。3番のプレイヤーが選ばれました。3番のプレイヤーは発言してください。今日3番投票した人は勉強し直した方がいいですよ。これで9番狼だったらめちゃくちゃ白くなったからね、今ので。もうほぼほぼ負けだと思ってますよ、9番さんが狼だったらね。この投票が4番に投票してること自体がね。どういう意味かな、7番と8番さんと5番さんは。まあ4番さんわかるんですよ、ほぼほぼ人海だからね。どういう意味で投票したのか明日言った方がいいと思いますよ。まあ工学のためにも教えてください、7番と8番と5番さんは。5番さんは、いやー4番行きたいけどな、どうしようかな、いや3行くっていう、下手くそな誘導でしたね。夜が来ました。でしょ、この目を閉じて怒りは。勉強し直した方がいいなんて言わないでしょ、新郎が。わかんねえな、なんで噛まれたんだろう、6が。昨夜死んだのは。6が噛まれた理由がわかんねえ。2番。4番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。9番黒でした。9番黒でした。はい。まあもう、裏だった理由なんてわかる人だって俺に入れてるからだよ。8番が黒だったら俺に入れる必要ないしね。俺に入れる必要ない人じゃなくて、3番に入れる必要ないしね。8番黒だったら俺に入れてればいいんだから。うん。ほぼつけてたけどね、9黒。全然俺つっていいよ。村上さん怖いんでしょ、PP がね。俺つっても全然いいよ。縄当たれるよ。神なしか。俺つったら次の日9つってね。それで終わるから。9黒だから。わかった。全然俺つっていい。縄2個あるっすよ。うん。で俺目線4、9黒な気がするけどな。PP はないから絶対に。うん、俺つってもいいよ。その後9つってね、それで終わるから。お疲れ。まあ、どっちみち8。5番。まあ、そんな黒く見えないな。発言してください。まあ、3番さんに言っとくんだけど、結局のところ、やっぱり3オオカミってのは怖いじゃん。結局ね。で、俺7がオオカミだった時に、
4との相方でね、6は絶対噛まないと思うし。そうそうそう、すげえ自然だから。ただね、6級狼ってのも見れないよね、正直。だから4を黒で置いたときね、まあ1-3で陣が1匹ぶっ潰して、4が死んだったら9って黒打つし、4が黒だった場合どこに黒打つか。9じゃねえ。8にちゃんと黒打つのかなって。でも俺8黒く見てないんだよ。9だ、ね、で4番さんは僕から釣ってもいい。そうそう、その後9を釣ってくれればいい。4級じゃね。まあ本当のこと言うとさ、俺目線さ、9釣って終わんなかった時点でさ、4番さんって破綻だよね、もう。あれは追ってられない。逆囲い？エロラしてる時点で。どうする？みんな4つる？とりあえずするよ。俺でも結構もうほぼ7、8、白で見てて、まあ結局逆囲いしてるのかどうかってことか。俺でも6級の黒追えねえんだよな、正直。地神するメリットある？6番さんがっていうとこ。どっち行く？ 4？7番のプレイヤーは発言してください。5番さんの目線がね、すごいなんていうか自然なんだよね。そうそう、あの6番さんを噛まれた時点で占いはね、心境で見るっていうのが自然なはずなんだよね。その視点が8からも9からもなかったんだよね。すごい5番さん白いなと思った。で3番さんさ、4のことほぼほぼ狼で見てるって言ったんだよ。これ真で見れるの？あの私の後だったけどね、発言順が。これで3番さんに入れない理由が全く分からない。ほぼほぼじゃなくて確定でしょ。だって6番さん噛まれてるわけだし。で、1番に白結果出してるわけでしょ。これかなりの出現だったと思うよ。っていうところから3番釣りしかないでしょ。4が真の可能性もあるし、あるいは8番のように4を黒でほぼほぼ見るんだったら、4がどこに黒を打つのか白を打つのか気になるっていうのが自然だと思うけどね。4投票はありえないっていうところから、やっぱり4級に狼もあるのかなっていうふうに思ってる。昨日、その6が噛まれた時点で心境っていうのは自然だけど、ここまでね、なんだろう、4が釣られてもいいから9釣ってくるっていうのはすげえ演技臭く感じたんだよね。4級な気がする。で、8は結局3人投票してるでしょ。その理由も教えてほしいけど、まあ割と3人投票するのは白いかなと思ってるから、やっぱ9だなぁ、ってとこだなぁ。で、4番さんに関してもね、出現があって、ほぼほぼ6のことを強靭で見てるって言ったんだよね。これも失言だよね。噛まれてるなら普通に教授に見るっていうのは自然でしょ。夜時間にそれは考えるべきことってところだから、やっぱり3と4のね、新芽がない。3番さんに関しては遺言でさ、勉強し直した方がいい、投票理由言った方がいいとか言って黒い茶あげなかったよね。真だったら自分が釣られることも覚悟して黒い茶全力であげるべき、それも怠った。で、適当に9は白いって言ったよね。もうこれに真で見れないよね。だし1番さんの遺言面白かったことが、やっぱり3番は白く見えるよね。じゃあ3番は2攻めに見えるってところ9だと思う。4する。8番のプレイヤーは発言してください。まあ今日は4いきます、絶対。で、そうだな、7番視点っていうのは、ちょっと待ってね。7番視点っていうのは占いを心境で置いた場合っていうのは、6強人の4神の、3、1に神狼が出てて、3狼の3級狼、また1級、1を神で見てることから7視点っていうのは3級狼で追っていると。で、占いが神狼だった場合っていうのは6神の、4狼の9神狼の57にラストウルフ、2日目で囲ったか初日に囲って、でも初日に囲って6神はあからさまなんだよな。けど7のこの誘導をどう見るかなんだよな。どう見るかしか言わないな、この人。いや、8黒あんのか。白いと思った、さっきの発言は。5視点っていうのは占い心境で置いた場合っていうのはグレーに、どう見るかしか言わないな。1-3に神狼を置いて3を狼で置いた場合っていうと、あなたの視点は絶対、いや、5は白く見たんだけどな。4、7かな。
それが一番めんどくせんだよな、初日に書くって。いや、めっちゃ。いや、とりあえず今日4行くよ。うん、4なら見るの。発言破綻してるし。うん、4視点っていうのは絶対6強靭で、3、1に進路で。いや、わかんねえ、これ。強靭で置いた場合っていうのは。5はないと思うけどね。3、1でしょ、あなたの視点って。9を白く見たんでしょ、3は。だった場合っていうのは4番視点っていうのは3、1オオカミ、3、9オオカミしかないんじゃない？とりあえず4行きます。まあ、とりあえず9の話も聞きます、とりあえず。以上。9番。いやなんかめちゃめちゃ黒塗りされてるんですけど6シーンね、みんな分かってると思うけど、で、4が偽で、7あたりかな、6が噛まれたから身長で追わないっていうのが黒目って言われてるんだけど、いや、普通に考えて6番っていうのは私を怪しんでいたわけよ。で、そこで占い師も私に9番が占われるっていうふうに誘導をかけて、で、私を狼にしたときは、興味神っていう線も終えるんじゃないの？安直すぎないですか？だから、4-6進路って全然あると思うんだけどね。うっちょ、どう見てる？で、こんなのは4-6を慎重に見てるってこと？なら、鬼滅で私でいいんじゃないの？私は今日は4のローメが高いから、ローメかなりローメが高いからね。4は今日で追ってないよ。だから4に入れるけど、確かに5番白く見えてるんだよ、初日から。パリグラスムーブとか。だから7、8どっちかって初日から思ってて、で8番っていうのは、結局4番に入れるっつって3番に入れてる。で、相方としては4、8で成立するのであれば、3に入れて、7数を1個減らそうとしたっていうのも見えるし、7っていうのは丸の金が見えるからね、多分7、8の力だと思うよ、私目線はね。うん、5オオカミじゃないと思う、さすがに。まあ、ほぼ黒塗りされてるから、7、8言うのか。4人入れます。投票を始めてください。ありえん、オラじゃないべ。9番に関してはな、昨日の私への黒塗りが雑すぎたんだよな、あまりにも。4番のプレイヤーに選ばれました。4番のプレイヤーは発言してください。ほぼほぼって失言な。ごめん、全然失言と思ってなかったわ。すまんな、うん、すまんな。全然4球見てくれていいよ。9番って言ったら勝ちだから、うん、7番も5番も4球で見てるんでしょ。9番って言ったら勝ちだから全然それでいいよ。うん、勝ち勝ち、お疲れ。どっちも新居で見てんじゃないの、ロケヨン。ロケヨン新居で見ているからこその3釣りだったんじゃなかったのよ。あれ?4級で見てます。めっちゃ面白いんだけど。9番釣ったら勝ちだから、全然4級で見てくれていいよ。お疲れ。夜が来ました。目を閉じてください。神なしだよね。朝が来ました。昨夜は誰も死にませんでした。5番のプレイヤーは発言者です。いや、嵐しいなぁ、残して。俺ほぼ9だと思ってんだよ。どこに狼を置くだよね。6の狼はない。
と思う。てかない。もうそこは決めよう、決めよう、自分の中で。で、1の方が今ないんだよ。で、あるとしたら3、4。で、3はやっぱ仕事も終わってるし、やっぱ釣らなきゃいけなかった。6が噛まれてる時点で心境だった場合、3の狼はあるから。で、4が狼だった場合。4が狼だった場合に、7。初日に囲って、囲われた7が、クロス占いが怖いから6を噛む。それは俺しないと思う。それはないと思う。だから4狼の時に俺7狼はないんだよ。で、残す。俺を。ワンチャンあるのが6、4で6、神、4、強。3狼だった場合に、で8か9だったら、でも俺ほぼ9、8対2ぐらいで9いくよ。ロックしすぎ？ねえ。だって俺初旬からさ、8はもうグレー釣りたいって言ってたよね。で、8番の精査って合ってんだよ、ほぼ。言ってることは。軸となるのが、5を軸で置いて、俺も一緒のこと思った。俺発言できてなかったけど、8番白で置いたときに全部詰めてったら7か9になるんだよ。だから9が黒軸だったんだよ。で、7の狼がなくなったってことはもう俺の中でほぼ9なんだよ。だから4が逆囲いしてるのかどうかっていうところなの。7番のプレイヤーは発言してください。まず1回整理しておくと、5の狼はないと思う。やっぱり、うん、昨日4が釣られて3に色見られたら分かんなかったしね。狼目線 3が死んだった場合は、4、5、2狼で3死んだった場合は困るからね。露骨に囲ってる感じするしね。っていうところからもう5は考えないでしょう。で、8番さんに聞きたいのは、昨日言ってくれなかったんだけど、3番さんに投票した理由を教えてほしい。で、8番さんに関してはね、結論ずっとどう取るかどう取るかどう取るか言って、結局、4-7に狼を追ったんだよな。なんかすげえ結論避けてる感じがする。8番に関しては5番の初中のね、一番最初2の精査が甘いから5は釣るべきって言ったのに、これもなんかすげえ不自然だったってところだよね。で、それから、5視点グレーが詰まってるからっていう話で、5が8を白いって言ったのがどう取るべきか、これの結論がないんだよな。ずっと結論がないんだよな。8視点9を押せばいいのにって思ったけどね。それもない。9番さんに関しては私を黒く見た理由が全く分かんない。3釣りを押したから私は黒いっていうとんでも理論がわけが分かんない。それは、4級で4が黒。なんかね、9番さんって4の日数が透けてる感じがするんだよね。4級に狼で4が黒だから、だから4を釣り寄さなかった人が黒い、みたいな推理にも思えるんだよね。いや、発言したいだな、マジで。そうね。で、あ、そう、8番さんもね、私を黒で、4級黒で追ったのもうちょっと深掘りして結論まで出してほしいかな。8番さん結論言ってほしい。9番さんは私を黒く見た理由言ってほしい。どうなんだろうな。もう5は絶対投票しない。今んとこ9に傾いてかな。やっぱ4級に狼が自然かなって感じがするかな。3は強靭かな。ヘイトばらまいてる感じが。8番のプレイヤーは発言してください。7番さんに答えると3番になぜ入れたか。4番がもう一回情報を落としてくれるかなと思ったから俺は3に入れた。あ、それいいね。9か。で、俺の視点から言ったなら、初日に囲わなかった線で2日目囲った場合で5が白、5の話を聞いた場合っていうのは、5視点っていうのは、俺を白く見た場合って絶対9狼しか成立してないのを、それを初日か2日目からずっと言ってる。ヘイトばらまくな。しかも噛まないのがいやらしいんだよな、正直。噛んで欲しかったんだけどね、誰か。笑わくなぁ。いや、わかんねぇ。9視点っていうのは4偽だった場合っていうのは6神だった場合っていうのは、俺の黒もあるし、7の黒もあるし、5も黒もあるから、9視点はどこが狼か言ってほしいかな。いや、4-7は追えねえんだよな、今のところ。いや、一回追ったんだけどね。一回なんで追ったかっていうと、いや、髪がね、あからさまに7が黒くなる髪だから、
で、7番さんは、じゃあ、占い心境ですねって、パッて言い切ったところが、俺の中では若干黒かったように見えた。言わないよ、それ。お茶を濁すために3番に行くっていうのは、俺の視点からで言うと3、4、どっちでもよかった。4つって3の色結果見て、で3つって、もう一回グレーを詰める、グレーを詰めるか、もう一回カリード出さないで、カリード出さずに結論言ってくれ、結論を。っていうふうなところも考えたから、ちょっと9番さんの話も聞きたいと思ってます。現状9の方かな、以上。9番。うん、9の方に思ってるんだったら7にそんな触れる必要あるかね。私に傾いてるからもう村負けということだけ言っておきますが、いや、5は白くしてるんだよね。もう5は私は怪しんでいるけど。で、私視点ではどっちかなんだけど、やっぱ7は初一学校への線を追っているんだよね、一応。で、7っていうのは、6が私を怪しんでいることから、それから勘で私を黒に慕ってあげようとしている。で、発言順的にも5の次だから、5に乗っかりやすいから、7は私は黒だと思ってるよね。8かどうかは悩んだんだよ。3、4のどっちかに入れるっていうので。最初は4に入れる3、結局3に入れたでしょ。まあ、どっちでもよかったっていう、その視点はちょっと村っぽくなったんだよ。だから私、7かなと思ってるんだけどな。違うか。だからもう5、7、8全員私に入れるから、もう迷うと思ってる。ここでも7を追うのか。5は白いし、初日からカリド出そうとしてるところが白いし。で、誰から言われたか忘れたんだけど、8番釣りをしたようには、私もう正直、初日に2がカリドだと思ったからね。透かす必要はないからね。だから別にグレーでもいいんじゃないかと思って8に入れたの。それが誰に声とか忘れたけど、それは発言してくれ。勝ち臭くなってきたな。もう負けかなと思ってる。でも、7が一番黒いのは私の視点では。どう見てもやっぱ黒に仕立て上げて、丸どっかりしてるしか私には見えないんだよ。私は7に入れます。8な気がしてきたけど、もう8に投票いかないよな、これ。9が7って言ってるからな。9行くしかねえよな。8な気がしてきた、めっちゃ。行くか。ありえん。ほらじゃないべ。7番のプレイヤーは発言してください。これ8じゃねえと思ったんだけど、いや8だったら9投票するかな。9番さんが私を黒で見てる理由がよくわかんねえな。仕立て上げようとしてた。なんかすげえ村っぽく感じたけどな。でもまあ9番さん私入れるって言ってる以上入れるしかなかったけど、私狼で噛むがや。7、どう見てるわけ？ 7、4で見てるわけ？噛まないでしょ。6噛んで、だって4の色見られたらさ、だって黒って出るわけでしょ。3番さんに。それで、あからさまに疑われるでしょ。そんなことしないよ。これなんか8な気がしてきたんだよな。結局8番さん私に投票してんだ。もう一回話聞きたかったとかなのかな。そうだな。まあ、じゃあ9番さんの話をすると、じゃあ4番軸で話すか。4番さんは自分釣られてもいいみたいな発言はね、やっぱ真だったらできないと思うんだよね。だから、やっぱなんかすごい演技臭く感じた。なんか自分が釣られてもいいじゃなくて、いや、今日9釣ってくれ、終わるからぐらい言ってよかったと思うんだよね。4が釣られた時点で。ところと、自分の白正面としては、新境でパッて見たことを逆に取られたんだけど、8番さんだっけ。新境なんて言わないでしょ、新郎だったら。ってことだよね。で、3を釣り下ろさないでしょ、それだったら。それだったら4釣ってくれっつって、4の色見てもらった方がいいんじゃない？ 3 番さんに。ってことだよね。8な気がしてきたけどな。まあ、9に入れてくれとしか言えないな。まあ、9は4の偽が透けてる感じがしたよね、ずっとね。これは誰もが感じてると思う。し、4は9に触れなかった。だよね。9に入れてください。9番のプレイヤーは
発言してください。はい、いやもう勝ちなんで何入れたのかその発言も聞きたいけど、まあしょうがないかな。何の球しか発言がないのって。で、ほぼほぼ私入れるでしょ、おそらく。どういうふうになるのかちょっと下げてほしいけど。7の黒要素ね。うん、6の占いって7の入ってたと思うけど。6っていうのは私を疑っていたから、まあ、占い師には、私が適役だったんだが、クロス占いを6をする可能性もあったから、その計算して何が噛んだ可能性っていうのも全然あると思うんですよね。やろ、そんなことしないやろ。てるからね、まあ、どっちかだと思って、やっぱ7の初日が濃いかなって普通に思っちゃうけど。マジ？4ならと思うけど違うのかな。初日から囲って6から占われたくなくて7が噛んだっていうのそんなことしないよ。護衛される可能性が高いんだからあんなに偽がそんなに好きだったら発言してたか。私あんまりしてないと思うけど4、6のセーターついてない。まあ黒出された時点でも偽は分かったし、6、4を、一層の新居で見てたことから4、6は真のと思って、6は生まれたしで確定紙だと思って、今狼だと思っていたんだけど、で7って新居で追わせようとしたんだよね。で3の老面を勝ちだ気がするけどな。7ってかなり黒いと思うんですけどね。違うのかな。7じゃないのかな。投票を始めてください。もう一回か。夜が来ました。目を閉じてください。無限ループ5あるのかな。8ないよね。ちょっとキリ入れればいいもんね。5なのかなこれ。なんか5なんか5な気もしてきたけどな。いやでもさすがに追ってもな。朝が来ました。昨夜は誰も死にませんでした。7番のプレイヤーは発言してください。まず私は狼だったら加工はないよ初日から、うん、初日から囲ってくるなんて言わないし、それだけやめてくれって言ってる。でー6噛むかね。自然な推理とは思えないけどな。八幡さんどう思ったわけ。私黒く思ったわけ。だって6グッズ十分あったでしょ。村のさ進行としてはさ6新目だったでしょ。かなり僕も新目だって言ったよ。4級すごい納得だって言ってたからね。そんな6の新目上げて噛むようなことしないよ。グッジョブされるかもしんないのに。だって6でグッジョブ受けるのが一番最悪なんだから。そんなことしないわ。クロス占いされたくないから。いやそんなことしないわ。しないし、逆転してない。だって、6がさ、だって、9番さんの主張だったらさ、9番はさ、6に占われそうで、そういうストーリーができそうだったからさ、7が怪しいって話でしょ。でもさ、さっきの話だったらさ、クロス占いされたくないから、6巻だって話に、なんかすり替わってるよね。まあ、8、かなとも思ったけど、8は狼だったら9入れるよね。さすがに変態すぎるよな。あるとさ5かなって思うけど、でも5の発言内容からもやっぱ黒要素拾えないから9かなってことだね。
私黒塗りするの無理が悪くない？5番さんしっかり説明してほしいけど、8番さん何なのどこをどういう風に黒く取ったのかな。で9番さんはさ、私をさ初日囲って、で6番噛んだしか主張してないんだよ。私の黒さ全く言ってないんだよ。どこに黒さ感じてるわけ。6番噛んだ時のリアクションとか思い出してほしいけどね。そうだな、やっぱ 4のこととかどう思ってんだろうね。8番さんとかは4級だと思うよ。8番のプレイヤーは発言してください。いやすいません、本当に遅延させて、いやなんか決めきれなかったんですよね最後に。ね、4級逆囲い、4が死んだった場合は逆囲い、4が狼でも逆囲い、これ逆囲いをしないと勝てないから逆囲いをしたってこと？まあ、確かに4番視点っていうのは94ロラでいいんだよね。まあ確かにな、もう5の黒は追えないんだよな。初日に囲って黒数占いをされたくないから6を噛んだ。で、初日から7は6を死んで見てて。けど、あの視点だった場合、カリウドが出なかった場合の視点でも確実に黒数占いをほぼほぼしていたはず。っていうふうに考えた場合、やっぱり9が黒になっちゃうんだよな。すいません、決着つけます。申し訳ない。遅延はもうさすがに俺もコリゴリだ。もう俺も早く寝たいもん。はい、決着つけます自分の中で。以上。9番のプレイヤーは発言してください。5は私にいるから8は私に入れて終わりだと思うけどね。フィニッシュで村負けだと思うよ。だからもう私入れてもうそれで村負けるからしょうがない。それは私の力量不足でしたとしか言えない。7が黒い理由っていうのは別に6が占いたくなくて7が噛んだっていうことしか言ってないっていうけど、別に他のことも言ってるよ。7番っていうのは4の黒心境で6が噛まれたから心境で追おうとして3釣りに持っていこうとしたところが5番の農家だって私はちゃんと言ってるんだけどね。なんでそれで私は別に私13を心境で見てるから私強靭する必要はないと思ってて、で占い進路で出てると思っていたから4を釣って3に色を見てもらって3が4に黒を出したらもう新決め打ちでディナー増えてもいいんじゃないかって言ったはずなんだけどな。まあ、正直13がどっちか新規か分かんないよ。ワンチャン進路もあるだろうけども6は新でしょう。で4が狼だと思うけどね普通に。どうしても1、3からのラインが感じられなかったから、私は心境を持ってるけど。なんで8黒追わないんだろうな、9番さんは。その時点で7っていうのは4、6の心境を追おうとしたんだけどね。まあ5番さんに分かってもらえないんだったらもう負けだと思うよ。としか言えないよね。なんで8を疑わないんだろうね、昨日から。私だったら安直に分かんないけどね。分かんないったら。うっとうしいから。9でもない気もするんだけどね。まあ負けだと思います、それはね。5番のプレイヤーは発言してください。あのね、9番さんね、5番ってさ狩人出させようとしたから白っぽいって言ってるけど8番も全然出させようとしたんだよね。うん、てか8番の方が先じゃなかったっけ。2日目に関しては1周目だったね。あ、いや俺の方が発言からか。で8番の黒はないよ。7番さんのリアクションが良かった。決戦投票になった時にね。は、え、 8？ 俺も一瞬同じこと思ったもん。うわ 8？ って。ただやっぱ8が狼だったら9に投票するんだよ。もう俺9にロックしてるって分かってるから8番は。だからこその8番は7番投票での今人文でも言ってたけど遅延行為をしたっていう。出で迷ったよ俺マジで。これ8狼の時は9に、決戦投票の後の決戦投票入れるだろうなと思ったから俺が9に入れるの知ってるからね。8狼の時はもう
多分9に入れるな。だったら7に入れようかな。で、もう一回決戦投票にしようかな。って思ったけど、やっぱり、時間が足りなかった。だからそのまま9いった。そしたら8番さんは7に行った。の時点で8番さんの狼はないんだよ。で、7番さんも考え直して、8番の狼はないって言って、8番さんは狼だったら、どうの、絶対9に入れるからって。で、9番さんだけなんだよ。なんか村っぽくないのか、考察が。7だけロックして、5番さんは村だから、5番さんは村だから、8番さんには何も触れないし。そうそうそう。8番さんも狼要素なくなったでしょ、だって、9番さん目線。まあ、7で思考ロックしてるからなのかもしんないけど。自分はやっぱり9に入れる。間違ったらごめん。投票を始めてください。あ、いえ、オラじゃないべ。3球ロー、4強もあるか。9番のプレイヤーが選ばれました。ゲーム終了。あ、9、4、あ、1強なんだ。逆囲いか。よかった、勝てて。真なんだ。あれで真なのか。よかったー。GG。お疲れ様でした。盲人か。偽に見えなかったな、あんまり。3番さんがやたら偽に見えたな。よかった。勝ててよかったですね。どうでした皆さんのあれは、予想は。わ、9占ってんだ。占いの確認で9、人狼陣営か。6かまなかったら終わってたんだ。外れてた。遠い神って感じだよね、それこそ。9番占われ、それこそ自分で言ってたけど、占われそうだったからってことですよね。GG、お疲れ様でした。